すらりと伸びる直線で構成されたボクシーなボディ、明るく大きなウィンドウ、シンプルなグリルやライト。1979年に登場した6代目ブルーバードには、12年前日本車に革新をもたらした傑作車510ブルーバードの面影が色濃く漂っていた。910という型式名で呼ばれたこのブルーバードでは、デザインだけでなくメカニズムもシンプルになった。ロングノーズの6気筒モデルが廃止され、全て4気筒に戻ったのもその表れ。やはり実質重視こそブルーバード本来の姿だったのだ。今度のエンジンは新時代に即した Z 型で、1600、1800、2000の3種類。これによってノーズが軽くなり、走りの軽快さもよみがえった。それに合わせてステアリングも初めてラック&ピニオン式に、前輪のディスクブレーキもベンチレーテッドタイプへと、スポーツ志向のグレードアップが施された。 3S シリーズにお家芸のセミトレ式リアサスペンションが受け継がれたのは言うまでもない。ボディは4ドアセダンと2ドアハードトップ、それにワゴン、どれも安定感を基調とし、適度な俊敏さを加えた大人の走行感覚が特徴だった。限界の高さもさすがブルーバード。雨の中でも磨き抜かれたサスペンションは粘りに粘り、どこまでも路面を捉えて離さなかった。低迷気味だった販売も持ち直し、フォードはハードトップや135馬力を発揮する1800ターボなど、次々とバリエーションも追加された。現役最後の年にはさらに環境適合性を深めた新エンジン CA シリーズが採用され、 FR 時代のブルーバードは究極の完成を迎えることになる。